皆様こんにちは、みきみこでございます。梅雨も明けてね、夏本番、ギラギラ太陽が暑うございますが、皆様いかがお過ごしですか？私はね、今日もキャンプに向かうべく車を走らせておりますが、その前にね、一つ寄り道したい場所がございます。そちらはどこかと言いますと、岐阜県は谷組山にある華厳寺お寺ですね。そちらでね、お参りをいたしましてからのキャンプ場にとなっております。華厳寺でのね、お参りを済ませ、本日向かう先は岐阜県は不破郡関ヶ原にあるグリーンウッド関ヶ原となっております。こちらね、初めてのキャンプ場となっております。そしてね、本日ニューアイテム登場、久々にね、悪戦苦闘、汗だくでございます。よければね、コメントにてね、ご指導していただけたら嬉しい限りです。それではね、本日も最後までのご視聴よろしくお願いいたします。それでは、こんにちは、みきみこです。今日はね、ちょっぴりね、観光してからのキャンプ場にやってきました。こちらなんだこちらのキャンプ場はグリーンウッド関ヶ原、グリーンウッド関ヶ原に今日はやってきました。今日のね、さっきね、予約してるからね、自分がね、どこに泊まってるかね、どこでキャンプするかね、ちゃんと分かってないんですよねじゃあね、今からテント設営していきたいと思います。今日はね、久しぶりに小川のテント、ピスタ3434っていうのかな、こちらのね、テントを張っていきたいと思います。それではね、今日と明日よろしくお願いいたします。ではめっちゃ暑いで、汗だくやわ、たまらん。あの長旅からね、今日まで珍しくね、約一月キャンプに行かなかった私でしたがね、何を思ったのか、この暑い今日にね、車を走らせキャンプ場に来てしまっております。びっくりするほどのね、太陽がお出迎え、そよぐね、風はね、とてもね、気持ちよく感じるんですが、まあ暑いの一言でしたね。体力奪われるって感じでした。暑いけど、とりあえずタープは立ちました。今からね、ピスタを立てていきます。暑いわ、熱中症になりそう。暑い。こんな綺麗なとこやったらドームにしなくてもよかったかも。結構ね、山の中のキャンプ場だと思ってたので、虫からね、守ってもらいたいなと思ってね、ドームテントにしたんだけど、ドームにする必要なかったかも、パンダでもよかったかもと思いきや、ドームテントでね、大正解でした。暑っ、はあ、マジやばい、やばし。
はい、設営完成しました。もうね、久しぶりのね、ドームテントにタープの連結、連結というか屋根を作った感じ。いや、暑いわ。うん、めっちゃ暑い。やっぱりね、ドームテント時間かかるよね。っていうことで、徳川さん家のコーラで乾杯といたします。徳川、見て見て、紋入りですよ、紋入り。さあ、吹き出しませんように。よっしゃ。ほんと暑い、めっちゃ時間かかってる。それでは徳川さんで乾杯です。コーラ最強やわ。はあ、もうめっちゃ青空、青空よ。雲一つないもん。いや、暑い。ご飯炊いてね、カレーライスでも食べよっかなと思ってたんだけど、コーラは冷たいままがいいので。氷入れたよ。あ、おいしい。買ってきたね、パン食べます。なんかパリパリのピザパンです。あ、やばいわ。でもじっとしてたら涼しい。喉乾くし、やばい、やばいくらいに暑いわ。わあ、美味しかった。この日のね、オートサイトはカンソロでした。全サイトね、見学からのこちらのサイトを選んでみましたが、気がつけばね、隣のサイトはね、影万歳状態のサイトとなっておりました。さすがにね、 TC タープといえども、この炎天下タープの下にいてもね、たまらん地獄状態。隣のね、サイトにね、椅子を置き、風を感じ、熱中症気味のね、いや、もう完全にね、この日は熱中症になっておりました。スポーツ飲料水をガブ飲みしね、まあ体をいたわりつつね、体を冷やす時をね、まあ1時間ぐらいはね、過ごしたんでしょうかね。周りに誰もいないね、静かよ。湿気がないからね、夜はなんか寝れそうな気はするけど、これ夜寝れなかったら、いや寝るよ。こちらね、シャワー室、綺麗なシャワー室が完備。トイレもね、ウォシュレット付きでね、綺麗でしたよ。炊飯灯もね、綺麗。さすがのね、食いしん坊の私もお昼にご飯を食べようかという気にはならなかった。今日の焚き火はね、この前しくじってるソロストーブ、ソロストーブに炊いたんでね、今日は、あ、こんなとこにあった。私ね、これずっと探してたのよ。
払い物セット、どっかで忘れてきたのかなと思ったら、ね、こんなところでスタッキングされてた。今日は二次燃焼を見れるかな。この前はねこのままやってたんだよね。今日はこうよ、こうしないとダメなんだ。これで二次燃焼が見れるはずです。私ね今日ねニューギアがあるんですよ。ニューギア、それは何かと言いますと、今日はワープで、すごい、これは無理だな。これってさ、あら、あら、やっぱりちょっとぐらいバトニングした方がいい？じゃあちょっと頑張ってみようかね。私ね、ノコギリ買った。ほら、ノコギリ買ったよ。よいしょ。切れんのかな。よし。薪割り台がさ、あのキャンプ場で忘れてきた。ノコギリね。噂のポケットボーイとやらを買ってみました。切れんの？ノコギリってどう切んの？どうすんの？こう？え？え？切られへんし。切られへんで。なんかさ、のこぎり難しい。のこぎり難しいよ。これはこう。これ割れるかな。痛いわ。やめた、やめた。熱いもん。今日はね、この廃材をね、燃やすことにしました。これでいいんじゃない？もうね、熱いからさ。いいかも。これどうしたらいいのか。でもさ、あ、違う違う、難しいな。これどうすんの？ノコギリ難しい。え？こうか。こうして。全然切られへんかったし。ノコギリ切るのは難しいです。で、でもちょっともう一回やってみるか。ナイフはいらん。ナイフはいらん。え？ノコギリってさ、どうやって使うの？こう切らん。ええ、だって切られへん。痛いわ。
さ難しい。どうやって聞くの。今日はねやめときます。また誰か教えてください。それではね、このあたりで今回のお話は締めさせていただき、次回につなげたいと思います。ノコギリね、全く使えませんでした。ポケットボーイさんごめんなさい。次回ね、また頑張ります。ってことでね、最後までのご視聴ありがとうございました。次回もまたね、お会いいたしましょう。バイバイ、みきみこでした。